おはようございます。2024年の1月23日、今日は1月23日で1,2,3ということで、一大飛躍の年、あ、日ですねということです。1月1日で何かこうね、今日から何かやるぞと思っても、ちょっと心が折れてしまった人、今日からもう一度再出発ができます。 1,2,3 レッツゴーの日ですのでね、今日からちょっとね心折れた人はやり直してみてください。さて今日は火曜日ですので、柏森駅の改札前において挨拶運動させていただきます。改めましておはようございます。江南市議会議員の大藪です。市民のためにということで、災害状況、被災状況、そして災害対策の総チェックをしております。江南市のためにということで、今日はですね、総務部そして監査局のこの2つですね、監査事務局ですね、この2つの内容についてです。今日はね、意外とこうなんていうんですか、いろんな書類などの保管状況などをね、しっかりできているかどうかを見るのが多いんですが、まあ、特にね、税金の関係ですと待ったなしで、税金を払わなきゃいけないとか、そして、まあ、収納の関係をね、しなきゃいけないとかということがありますので、その対策、どのようにされるのか、災害が発災した時にね、どういう対応をするか、そんなのもね聞いてみたい、一般質問などで聞いていきたいと思っております。そして今日は総務課がありますので、車両管理ですね、特に緊急事態になりますと、車、走行できれば車でのあちらこちらの移動があります。そういった管理ですとか、そういったものについてどのようにされるのかというのを、ね、しっかり聞いていきたいと思います。今日ですが、NHK、 話題変わりますね。今日の夕方6時10分、18時10分、 NHK 総合まるっとという番組の中で、江南市が紹介されます。あずま保育園でしたっけ、そちらにおいての小学校に上がる就学前の性教育について、今日はその内容と、そしていろんなインタビューですね、そういったものが6時10分から流れるそうですのでご覧ください。ですね、もう一個話題を変えまして、もう去年一昨年ぐらいから、まあ、私がずっと言い続けてきました、書かなくてもいい窓口、これはね、なんとか江南市達成できましたが、行かなくてもいい窓口を最終的にはね、やっていただきたいという話をしておりました。その行かなくてもいい窓口、いよいよ驚いたことに、知らない間に犬山がやってましたね。ずーっと私ね、 SNS で発信していたら、本当に全くね、犬山の方が先にやりやがってというね気持ちです。江南市すぐにねやってくれればよかったんですけど、残念ながらちょっと対応が遅かったようで、犬山市がマイナンバーカードとスマホさえあれば、それで登録すればですね、申請をすれば、翌日ですねには、自宅の方に証明書が届くという、行かなくてもいい窓口、犬山でスタートしたいようです。江南もとにかく早くやっていただきたい、そんな思いでいっぱいです。今日火曜日で、明日ちょっとね雪模様なお話を聞きます。今日はね、朝はそんなに寒くないんですが、まあ、これから寒くなるという話ですので、暖かく格好して、ぜひともお出かけください。夜には随分寒くなるというふうに天気予報は言ってました。ということで、今日も素敵な一日でありますように。いってらっしゃいませ。